Hi everyone! Let's study English! 皆さんこんにちは。英語の学習を始めましょう。今回は Active Grammar 4、 目的語について学習をします。教科書は61ページの内容です。では始めましょう。Today's topic! 今回は動詞の後ろに来る言葉、目的語について学習をしましょう。それでは2つの文を比べてみましょう。主語と動詞の後に来ている四角の部分の言葉の関係がどう違うかを見ていきましょう。まずは Mike is a teacher。 マイクは先生です。これは be 動詞の is が使われているので be 動詞の文ですね。主語の Mike と四角の部分の関係はどうでしょうか。B 動詞は主語と後ろに来ている語をイコールで結ぶ働きをするので Mike イコール a teacher という関係になります。このイコールの関係になっている四角の部分を補語と言います。2つ目です。 I like music。 今回は主語と四角の部分の関係はイコールでしょうか。私は音楽、何か違いますよね。一般動詞の時は B 動詞の時のように主語イコール四角の部分の関係ではありません。四角の部分が主語の心の動きが向かう対象となっています。この四角の部分を目的語と言います。今回はこの目的語について詳しく学習をしましょう。それでは目的語になる語句を確認しましょう。動詞の目的語には I like tennis のように名詞が来たり I eat it のように代名詞が来たり I finish eating dinner のように動名詞が来たり I want to read books のように不定詞が来たりします。動詞の後ろに目的語が2つ来る場合もあります。I ask him the history. 私は彼に歴史を尋ねた。目的語が2つ来る場合は、人、物の順番です。他の例も見ていきましょう。I bring you some juice. 私はあなたにジュースを持ってきます。I bought her a new CD. 私は彼女に新しい CD を買った。I give them a present. 私は彼らにプレゼントをあげます。このように動詞の後に目的語を2つ取る場合もありますが、すべての動詞が目的語を2つ取るわけではありません。目的語を2つ取る主な動詞を確認します。Ask, bring, buy, cook, get, give, lend, make, pass, send, show, tell, write などがあります。目的語について理解はできましたか？動詞の後に来る語句を目的語かどうか見分けるポイントは、主語とイコールの関係なら補語、主語とイコールの関係でなかったら目的語になります。それでは今日はここまでです。 Thank you for watching. See you next time. Bye.